この番組を収録しているのは柏市にある撮影スタジオアップルトマトヘアサロンを中心に吉郎グループが展開するカフェライブハウスなどを併設されどなたでも気軽にご利用いただけます J コムからお届け、東東関はい。 始まりました東関東人図鑑インタビュアーの花伸之ですえ今回のゲストは人形劇団青い鳥の代表松本光さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますまずはあのー、人形劇団青い鳥というのがですねこちらに写真がございまして現在のメンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですかはい今7名おりますじゃこちらの中のはい一人がちょっと今日は、ねはい、そうですねね、はい、お辞めになったというか、ね、そうですねはい あの、今日あれですよね、メンバーの他の方も。はい。見学にね、来ていただいて、もう。ね。遠くからサポートしてくれてます。僕も朝早く、こう着いたんですけど、すごい朝早く。もうそうなんです、もう、ドキドキしながら来たので。あの。ずっと、あの、見守ってましたけど。いつも見守られています。ありがとうございます。ええ、テーマのフリップを忘れてました。はい、まずはね。 人形劇団、青い鳥とはということなんですけども、鎌ヶ谷で三つの人形劇団の団体があるんですか。はい、そうです。その中の一つの青い鳥。鎌ヶ谷のどういったところでやられてるんですか。はい。大体コミュニティセンターとか、そうですね、それとかあと保育園。で今は老人ホームとかデイサービスとか、あと依頼が来ればもうあのそこにもうどこでも。 行くということで、はい行きます。それも神奈川、え神奈川、神奈川来ねってでやはりちょっと車の手配とか大荷物があるので、結構荷物じゃあいっぱい必要なんですか。もう半端ない荷物ですね。あの結婚式っていうのがあって、それも結構重いですし、もう本当にあの車半分ぐらいはその荷物でいっぱいになってしまうので。 もうううそそななんんでです全然、なんかこのここに今日ちょっとあるからこれぐらいかなと思ってたんですけもこっからここまでへこみその中で私たち7人中に入ってこうやってやっているという感じなので中にこんなにいるていうことを見てる人は知らないで終わってから前に出すねそんなに大人が入ってたんだみたいな。 そう裏そうなんです裏裏そうです。もう汗かいてだらだらでやってます。レパートリーがすごい人形劇のレパートリーはいっぱいあるんです。はいあのそうですね。だいたいま数えたら二十ぐらいはあると思います。あそんなにえあのパネルシアターとかあと小さいのとか含めたらそのくらいありますけどただ まあ、メインでやるのっていうのは大体いくつかもう決まってるっていう感じですね、うんえー、あ,あんまりやらなくなったやつはな、うんでちょっと声が出なくなったりとか動きが鈍くなったりとか<ー>やっぱりあのもう中腰でやらなくちゃいけないんですねな,、うん、なのでやっぱりその30年前はもう元気だったんですけどもうだんだん年取ってくるともう中腰っていうのは非常にみんな辛い。くて者のやっぱりそういう体力の体力は問題が出てくる問題ありますね 重たい荷物運んだりとかそう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 期待していただきたいとやっぱ漫才協会の師匠もやっぱそれをやろうっていう師匠ともういいやろうっていう師匠でだんだん仲悪くなってくる <laughs> うすもう一回あ,のあれをやろうよといやも,もうやりたくないよっていうところで <laughs> もうまさにその通りですやっぱあります,ありますどうしようか追いつかないと追いつかない声出ないじゃ結構その演者の年齢差はも割ともう

これはだから公園の模様っですねやた後にお人形を子どもたちに見せると飛んできてどうやってできてるのとかって手袋人形だったらこれをつけさせてあげてそうすると遊んだりしてだから今ねさっきも言ったスマホで見てる時代なんですけれど生でこういう人形を見るとやっぱり子どもたちがうわって飛びついてきてそうですよねやっぱりそれが私たちやりがいがありますね。結局うちも子どいますけ こうあのスマホをスマホよりもこっちが上回っちゃえばこっちに行くんですよ行ってほしいですねだから俺、はい、スマホをやめさせる唯一の手段で、はい、すっげえおもちゃ買うようにしたんですそしたらやっぱり現物の方が良くなって金はかかるんですけど それなんですよね。結局こっちの方がすごいってなななれば、なってほしいですね。もう本当にそう思います。これまただからすごいですね。いろいろ演目がありますけど、これはもう、もう皆さんがご存知花笠師さんですね。はいはい。でこちらは何ですか？これはね三枚のお札。三枚のお札。はい。ちょっとこれ日本の昔話。そうですね。ちょっと気味悪いんですけど。 だだだだだだオンってこう怖い。僕知らないんですよね。実は。はい。あら。結構有名です。あ有名です。私たちの中では私たちの中ではお有名ですね。一休さんみたいな話ですか。あの可愛一休さんみたいなと全然そういうのじゃなくて、はいはい。三枚の札があって、その三枚の札をあの出して三つまでこう。 なんていうか願い事が叶うじゃなくて助けてもらうという一枚ずつこう出してでおばばとえっと戦うというあおばばと戦うんですねそうですそうですそうですこれがじゃあんまり悪いそうそう悪いおばばででこのこの坊坊さんが小坊主さんがあの追いかけられて戦うといで最後はおばばとおじいさんが知恵比べをして最後はえっと これが大豆になって、大豆じゃないね、お豆になって、大豆。食べられちゃうというお話です。それも人形劇で。やります、やります。え、お豆も持って。くるお豆もひょいと出すんです。めちゃくちゃ興味あります。めちゃくちゃ楽しいです。はい。これはだって、もう有名ですもんね。三匹の。あの、ちっちゃい子は皆さん好きですね。あの、狼とね。これも大好きな話ですよ。 話です。で、これスタッフも全員知らなかったです。え、これ知らなかったですか。これが三匹ヤギのガラガラドン。ガラガラドはい。全くわからないですけど。あ、知らないですか皆さん。あら、そうですか。やります？これ。はやります。これすごい一番喜んでくれます。ええ。で、ちょっとこのガラガラドンっていうのがこう出てくるときにちょっと怖いじゃないですか。はい。それでちょっと泣く子もいるんですけど、でもあの一応。 怖い世の中には怖いものもいるよっていうことで保育園の先生方もあやってくださいって確かに泣いちゃう子もいますやーとかって言ってそうなんだでも最後はみんなで戦ってあのやっつけちゃうっていうことがまあ一つの物語これがだからどう考えてもガラガラドンですよねそうですよねその通りですその通りですちょっと今日ですけどこのせっかくなのでちょっとだけ あの、はい、本当に短くていいで。ねそうですね。本当に短いんですけれども。<の>いいですか。はい。<laughs> ワンシーンを。急にはい。はい。やらせていただきます。<え>狼ですね。はい。はい、小豚はどこだ。小豚はどこだ。わしは腹が空いて倒れそうだ。あ,あそこにわらの家。うん。小豚の匂いもするぞ。よーし。ふう。 ふーの、ふー、ふ、ふーの、ふー、わっ、狼、助けて、食べられちゃうよ、待て、待て、待てどこんな感じ。いやー、<laughs> すごい。恥ずかしいです。<laughs> 恥ずかしいんですかだってこんな違うちっちゃいこと俺こういうのできる人恥とかないと思ってましたよいやいやいややってる時は恥ずかしくないですよやっり入ってるとやっぱりもう何にもない中でねやるからうちの大学にもあったんですよこの人形劇団ってピッカリコっていうね劇団があってめちゃくちゃなんかすごいやるじゃないですか全力で全力でやりますだからやっぱ ちょっとジャンルが違う見せ,も見せ方だから僕らなんか漫才とかだと今思えば、ね、なんか通ずるものがあるんですけど大学生の時にすごいなぴっカり子こと思ってよくこれ全力でやれるなと思って。 たんですよもで,すでも今やっぱ子供もいっぱいうちもねいるのでやっぱこういうのを本当すごい喜ぶしそうですね喜んでくれますねなだからその中に入ってくるから、うん、もうなんか狼をやっつけたいという気持ちで、うん、やっつけろ頑張れとかって声が聞くとる、ね、みんなでやったみたいな、ね、その反応と一緒にまた作っていくのもねもも楽しいですね,いですねはい,いで。すごいのがこれ手作りなんですよねもう 全部手作り。これ売り物じゃないんですもんね。売り物じゃないです。もう全部。ちょっと触っていいですかこれ。もうはい。これだこれなんだ軍手？軍手です。軍手です。すごいな。軍手だったりあのセーターだったり靴下だったりあのもう一人すごいあの作るのが上手な人がはい。上手じゃないですか。上手なんです。この洋服も。そう洋服も作ります。はいもうみんなでよくなってただこのお人形自体はこの表情とかも全部違うので。ね。 今日、あの、うん、います。スペシャリストがいらっしゃる。はいはい、スペシャリストがいるんです。これ、なんでランなんですかね。<laughs> 俺、それ、気になったんですよ。<laughs> 多分、これは、何かのところを切り抜いて。色、色具合がいいかなっていうことで。で多分、そうだと思いますそ。そっか、自然になってるもんな。うん、そうです。もう、なんか、もう、いろんなものを代用して作ってるので。えー、もう、本当に。 靴下だったり誰かのセーターだったりとかなるほどね <laughs>、はい、ここに針金があってこうやってやってたわけですねですですで今 <laughs>、えー、やっていただいたんですわかんないんですけどやっぱりすごいですねこれ何でだって初め全く素人みたいな感じだったわけですあそこらへんも振り返っていきましょうか <laughs> はい、はい、こちらですね、はい、青い鳥の結成と松本さんのこれまで、はい、ということですけれども そもとそもと青,、ね、青い鳥とい鎌ヶ谷の広報に乗っての、まあ、人形劇を作りましょうみたいなセミナーがあって、はいええ、でそこにあの私はその当時は出席はしてなかったんですけど、うん、その人たちが集まっていろんな勉強をして、はいうん、それでこのままじゃちょっとね寂しいねって言ってそれで結成したそうです。 ももとと結成するの目的じゃなかかったんです最初は多分そういうことじゃなくて私は結成されたあのにその中のお友達と出会って入ったということ私も最初は演じるとかじゃなくてお洋服作ったりとかそういうのが好きなので最初はそういう感じだったんですけど中に入ったら楽しくて作り上げて見てもらって子どもたちが喜ぶ姿とかもはまりました。 青い鳥のだから、そっか、初期メンバーは何人ぐらいだったんですかね。じゃえ、初期メンバー今います。今も、今、はい、はい、はい。ただ、その後に入って。後って言っても、本当に一年ぐらい。ちょっとだけ。ほんのちょっとだけなんで、ほぼほぼ一緒ぐらいで。じゃ、あその一から築き上げて、で、こういうのを作る時っていうのは、何か参考にしたるんです。もちろん、あの、一応、その。 3匹の小豚だったら、うん、それの絵本なんかとかうん、うん、あと作り方の本もあるので、うん、それを見ながらあとは自分たちでこういうふうにしようとかうこういうふうにしようとかって言ってそれぞれみんなでアイデアを出す。はい子どもの頃からなんかやっぱり松本さんがそういうのは好きだったというので,うで、ね、子どもの頃の写真がちょっとございますんで <laughs> もうすごい白黒のはい。 お花畑ですかそうですねあの一応あの練馬に住んでいる時のお庭だったんですすごいですねそうだこれもねさっき出すの忘れてましたけど台本もやっぱ自分たちでここで築き上げる作り上げておむすびころはい。これから今制作中ですねちょっと見しちゃってもいいんですかこういうのとかあ、全然まだ途中であある程度はおトイレもしてるんですけど 場面場面がなかなかこうした方がいいとかああした方がいいとかみんなで話し合って手書きなんんでですもんねすねませ手手書書ききだとこうパーッと書いてまたそこ直してできるのでる、ね、ワープロの方が多分綺麗に <laughs> きれいに修正できますよねわ、はい、かります最終的にはそうします、ね、<laughs> 音「ああ」とかそう <laughs> で音もなんかご主人さんが生演奏で効果音を後ろでギターでダダダダンとかボ、うん、ロボロとロ,ロとかいろ<の><れ>んな音を出してもらったりしてそれで楽器弾けるあそうですね、えー、もう好きでずっとやってるのでやっぱりなんかそういう夫婦仲いいのもいいですね <laughs> だから一緒に行ってご主人さんがやってくれるんですよね。そうですね。もう,う,、ね、<ー>もういろんなちょっとあの、うん、時々人がちょっと足りなくなったりごめんちょっと裏でやってくれるとかって<ー>裏でちょっといろんなことをやってもらったりとか。なるほどね、うんまあ。他のみんなのご主人もいろいろと協力してくれてますね。みんでもう本当で家族ぐるみです。で本当です。はい。<ー>はい、子供の頃からやっぱそういう。 人のためになることとか。人のためっていうとそんなもおこがましいですけど、あのなんかやっぱりこう好きなんですよね。だから結局なんか人前に出て、えっと学芸会に出たりとか、歌を歌ったりとか、なんかそういうことが好きですね。やっぱり好きですね。いやでも素晴らしいですよね。そんなこと。でも自分のこの両親の介護のお役に。 例最初はもうそういう感じで取ったんですけれどまあ取ったのが54歳の時だったのでまあ働けると思わなかったんですけど行った場所の実習先であ年取った人も働いてるとかと思ってそしたらそこであの人形劇やってることを話したらそれもちょっと良かったのかあの来てくださいということでそれで。 まあ16年間かね。結構長いですね。はい。楽しかったです。楽しかっすごいね。はい。楽しかったです。じゃあもうそれも満を持して、はい。まあ終わって、終わりました。はい。ということでですね。でこれまたすごい青い鳥がね、仲がいいんですよね。もうそうなんです。本当に。これ僕びっくりしたんですけど。はい。結構前の、います。ハロウィン自体がね、こんななんか去年とかお年ぐらいから。 そうったイメージあるんですけど、結構前からやってたかだいぶ前から私たちの中では。これですよね。そうです。おじさんもね。あの変なおじさんっていうか。ごじいさんと息子さんもね。そうです。いらっしゃるんです。息子さんでこの当時で三十歳わかんないわからないですけども。あ、うんまあ三十になってなかったですね。そうですね。いやそれがすごいですよね。俺自分の 母ちゃんと、なんか、ハロウィンとか、でやるの恥ずかしいよ。ええ、そうですか。<laughs> やっぱ、俺がまだまだ、もう四十過ぎても、恥ずかしいんで。<laughs> そうですか。はい、なかなか、参加してくれましたね。ええ、仲いいというか、すごいですよね。最後にですね。はい あのこれからですね、はい、え未来ですねこれからについてなんですけども、はい、どうですかこれからはも,うこれからもぜひこの人形劇こうやって楽しくていい仲間も作れるので、うん、あのどなたかこれから若い人たちがこういうのをやってくれたら嬉しいなと思います,す、ね、あの本当に若い子って、はい、漫才協会っていう協会も入ってこないんですよなかなかで。本当にそれが今悩みで、ね やっぱりなんなんで入ってこないのかなって思って、いろいろ悩んでるんですよ。まあただただの愚痴なんですけど、いやもう本当同じ、あ同じ違う立場ですけど同じな気持ちになります。なんででしょうねこんないいのだからやっぱり一回体験ね見に来て体験してくださいっていうことをぜひおすすめします。もうぜひ来ていただいてというかあのこう人形劇があるんだよってそしていい仲間作りにもなるし。 あの子供たちにも喜ばれるしと、うん、いうことで、うん、一緒に何か作り上げるって素晴らしい本当ですよね絶対喜ぶことですからね、はい、皆さんがね。ねはい、はい、ということで今後何かありますかね今今日十12月21日から放送になっちゃうんですけどそうですね、はい、えっと,とりあえず12月はもうクリスマスとかがあるので6つぐらい依頼があってあちこち呼ばれています。そ、うん、それこそ そうですね。うん、あのー、コミュニティセンター、うんうん、あと養護施設とかっていうのがあって、うん、それはもう毎年決まっているところなので、うんね、はい。で来年はその、うん、さっき言った子ども劇場で、うん、あのー。 1月の25日に図書館なんですけれども、はい、そこでやります鎌谷図書館の子ども劇場というのがあるんでそこで公演をさせて、はいはい、まだ何をするかはちょっとこれから決める新しいのができればそれをやるしなるほどねはいはいやちょっと1回見に行きたいなと思っていただけたらありがたい ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、今日は人形劇団青い鳥代表の松本光恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。